さんこんにちは。今日もお家で簡単にできる赤ちゃんマッサージをお伝えしたいと思います。今日もりんちゃんと一緒に来ました。よろしくお願いします。りんちゃんマッサージ始めるよ。アイコンタクトをしっかりとって、目をしっかり見て始めたいと思います。今日は秋の歌を準備してきましたよ。秋になるとどんぐりが出てきますね。皆さん、どんなどんぐりの形を想像しますか？丸い大きなどんぐりもあれば、ちょっと細めのどんぐりもありますね。今日はお子さんの体に触れながら、どんぐりをイメージしてママの手でどんぐりを形作っていきたいと思います。ちょうど夏の疲れが出る頃だと思うので、内臓の疲れを少し意識して消化を助けるマッサージをしてみたいと思います。脇の下に手を挟んで、どんぐりの形をイメージしながら、おへそのところで手を合わせます。形や大きさはママの自由でいいですよ。お子さんの反応を見ながら楽しんでみましょうね。そしてその後はお胸のマッサージをします。夏、寝苦しい夜が多かったと思います。お胸をしっかり開いてあげると、ゆっくりリラックスして寝てくれる効果が増えると言われています。赤ちゃんが寝てくれるとママやパパもぐっすり眠れますね。では2曲お歌を歌いながら触れ合ってみましょう。どんぐりころころどんぐりこ、お池にはまってさ大変、土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう、トンボのメガネは水色メガネ、青いお空を飛んだから、飛んだから。いかがでしたか？気持ちいいかな？では今度は秋のお散歩を赤ちゃんとしてみたいと思います。ママは赤ちゃんのアイを触ってみてください。暖かいですか？冷たいですか？体温をしっかり感じながら行きます。そしてママの好きな景色、お散歩に出かけたいなと思う景色、浮かべてみてください。唐津には山の景色、海の景色、本当に綺麗ないろんな景色がありますね。好きな景色を浮かべながら、赤ちゃんの足を股関節から深くしっかりと動かして、右、左、右、左とテンポよく動かしてみましょう。そして途中でお歌を止めてみたいと思います。お歌を止めた時はママの手もピタッと止めます。その時にママは赤ちゃんの顔にぐっとご自身の顔を近づけてみてください。これを何回か繰り返してみると、ママは歌が止まったらお手手を止めて自分に顔を近づけてくれるというワクワクでいっぱいになります。記憶力にしっかりと訴えることができますよ。ではお歌に合わせてやってみましょう。ママと一緒にお散歩、1、2、3、元気に歩いてお散歩、1、2、3、ママと一緒にお散歩、1、2、3、元気に歩いてお散歩、
トを止めた時の赤ちゃんの反応はいかがでしたか？お散歩してたら太鼓の音が聞こえてきました。赤ちゃんの足の裏を大きな太鼓と小さな太鼓、ママの指を使って表現をしてあげましょう。では歌っていきます。大きな太鼓どんどん、小さな太鼓どんどんどん、大きな太鼓小さな太鼓どん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 。大きな太鼓小さな太鼓、どちらで反応があったでしょうか？もう片方のあんよもやってみましょうね。大きな太鼓どんどん、小さな太鼓どんどんどん、大きな太鼓小さな太鼓どん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 。気持ちよさそうでしょうか？ワクワクしているでしょうか？ピンちゃんマッサージお疲れ様でした。お子さんの反応もどうでしたか？では赤ちゃんをしっかりと抱き上げてあげてください。今日は秋のお歌を何曲か、そしてママの好きな想像の景色を共有して一緒にお散歩をしました。お家ではぜひこの今日歌った歌に限らず、ママの好きな歌を使って日常の景色などを想像しながらマッサージに取り入れてみてください。